エッフェル島から見るコンコルド広場とセーヌ川。画像右上はリボリ通りの建物群と広場前のホテルドラマリーヌ。コンコルド広場コンコルド広場はフランスパリパックにある大広場。パリのセーヌ川右岸の中心部界隈に位置し、ジュイルリー庭園と同広場が起点となるシャンゼリゼ通りとに挟まれた場所にある。同広場から東側に向かうとパリの行政区画上一区にあたる。 1755年、アンジュイコール・ジャック・ガブリエルによって設計され、当初ルイ15世の騎馬像が設置されていたため、ルイ15世広場と呼ばれていた。その後、フランス革命の勃発により、騎馬像は取り払われ、名前も革命広場に改められた。フランス革命中には、ルイ16世やマリー・アントワネットへのギロチン系が行われた場所でも、あった。 1795年のバンデミエールの反乱において、当時ポール・バラス軍司令官副官であったナポレオン・ボナパルトが応答派を鎮圧後、現在のコンコルド広場という名前で呼ばれ始める。コンコルド広場ルクソール神殿のオベリスク広場の中心部にはエジプトのルクソール神殿のオベリスクが置かれているが、これはムハンマド・アリー・アッサ、エジプト国王。 ムハンマドアリーから送られ1836年に運ばれたものである。ありがとうございます。